サンシスターの COD 部門でリーダーやらせてもらってますチップです。まあ初勝利ということで、まあサイクロボスさんに無事勝つことができて、まあ嬉しい気持ちもあったんですけども、チームみんなで楽しめたっていうのはいい経験になったのではないかなと思います。一歩一歩進化してきてるというか、変わってきてる部分はお客さんやったりとか関係者の方やったりとか相手チームにも伝わってるとは思うので、ちゃんと皆さんに見てもらえて本当に嬉しいと思います。メンタル面はほんまに僕結構弱い方なんですけど、まあ、いろんな苦難乗り越えて今ここに僕がおる感じなので、本当にメンタルは強くなったと思います。チームとしてこれからまた新たな成長を、まあ、皆さんに見せていけるように頑張っていきたいと思います。